はい、どうも。ユッキーです。今日はですね、こちら。なんかね、こんな感じの、キラキラ、デュオ。バージニアエース、デュオ、ハイクーリン。バージニアエース、バージニアエースのデュオっていうやつですね。これ10本入りなんですけど、値段が270円と、まあ、半分ぐらいの値段となってます。なんかね、安かったんで買ってみました。結構なんかいいですね。なんとなく。なんかいいですね。こういうのも斬新ですね。半分の大きさの、ね、かっこいい。じゃん。ちょっと細いかな。そんなでもないですね。でも普通よかちょっと細い。それ吸ってみまーす。タールが1ミリ、ニコチンが 0.1 のタバコですね。結構メンソール感は強い。感じは結構弱いじゃ弱いですね。でもちゃんと味もあるし、そこまでメンソールも強くないか。タバコ、ちょうどいいんじゃない、これ。バージニア、270円じゃない、ごめん、230円だったか、ごめん、270円じゃない、230円ですね、これ。多分230円。だから20本入りに換算すると約460円。まあ、このパッケージからすると完全に女性向けなんでしょうね。バージニア S、デュオメンソール。軽快なメンソールのきつみとスリムな細巻きのエレガントさをが受けています。まあ、バージニアっていうぐらいだから、まあ、バージニア派を使ってるんでしょうね。マイルド、マイルド、
この以前吸ったバージニアのサファイア、ソフィアかな、サファイア、これと何が違うかって言われると怪しいですね。ほとんど なんか何も変わらない気もしないでもないですね、感覚としては。でもこっちの方がマイルド。なんかな、ほとんど変わらへんけど、まあでも個人的にはかなり吸いやすくて、味もあのケントみたいにクソみたいに、なんかクソみたいな味しないんで、ちゃんとあのね、タバコのバージニアの味がするんで、いいと思います、うん、ちょうどいい。うん、そんなにあの臭くもないし、変な匂いがするっていうわけでもないし、まあまあまあ、まあ上出来じゃない。四つ星、ご視聴ありがとうございました。